とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。勇者のアーマーの厳選方法を教えてほしいということです。ありがとうございます。勇者のアーマー強いですよね。で、できれば、防具はタワーがいいんですよ。防具はタワーがいい。でも、タワーで勇者狙おうとするとなかなか難しいんですけども、まあ、手頃でいいやつを入手したいっていうのであれば、やはり古代狩りですね。で、勇者は、まあ、厳選はしやすい方だと思います。お供え物ですけども、狼、そして、草。んで、弓に魂のクロスボウ、もしくは、武器にサイス。ですね。これで、古代の恐怖っていうのが出ます。こいつが、勇者のアーマーを落としますね。で、勇者のアーマーを落とすこの古代の恐怖ですけども、爆発のクロスボウとミステリーアーマーも落とします。すべて、かなり優秀な装備なので、まあ、厳選にはすごくいいところかなと思います。まあ、爆発クロスだったら、ダイナモ3とかね、もう最高ですよ。で、ミステリーはちょっと、厳選難しいんだけども、まあ、面白いやつが出る可能性っていうのは全然ありますよね。はい。ということで、古代狩り、行ってみましょう。それでは、行きましょう。おっと、忘れるとこだった。必ずね、必ず、幸運の海、これつけてください。これ絶対です。幸運の海は絶対つけましょう。で、武器変えよ。怒り。でいいかな。では、まあまあまあ、行きましょう。基本的には、周回は、稲妻の矢筒ビルドでやっていってます。まあ、これが間違いなく早いよね。うん。これが安定して回れるし、すごく簡単なので、重宝しております。で、難易度は、22ですね。若干下げてます。うん、下げて、もうサクサクと、周回していった方が、まあ、効率はいいかなと思いますよ。うん。まあ、もちろん強いやつでいくと、レベルが上がりやすかったり、まあ、したりするんですけども、まあまあまあ、下げていきましょう。お、ちょっと待って、鍵がいつの間にかない。まあ、いいか。ないね。あんまり、ああ、あった。ここと、こっちか。ああ、いない、外れ。大外れです。こっちはいる。お、いない。ちょっと待って、一発目から、外れを引いてるね。まあまあ、最初にハズレを引いてるんで、後々連続して出る可能性っていうのもありますので、まあまあ、それにかけましょうか。いやいや、出るはずよ。あれ、ちょっと待って。持ってるじゃん。持ってる。いや、鍵持ってないかと思ったら、そうかそうか。このイカの防具が、ちょっと色が同系色で全く一緒だね。それで分かってなかったんだ。オッケーオッケー。まあ行きましょう。この古代狩りの場所もね、多い場所少ない場所あるからね。オッケー。これエボーカン2体出てくる時もあるよね。まあ、あれはたまたまなんでしょう。オッケー。で、ここ、雷をね、あ、いたいたいた、こういう風に受けてしまうことがあるんで、ここ注意ね。特に難易度が高い時に雷のダメージを受けてしまうと、相当食らうもんね。オッケー。あー、まあまあまあ、ありやすい、出やすい。まあまあで、あ、ちょっと待って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 。待ったんかい。オッケー。
ちょっと待って、毒がうまいこと入ってないって。よし、ちょっと待ってよ。ああ大丈夫、 OK。 イカの防具はね、無敵時間とかがあるんで、まあしぶとい方だとは思うけども、この無敵時間をうまく使えなかったらすごい弱いからね、これね。耐久力ないもんね。ないなぁ。いやいや、一つ見つけたい。こっちは？あ、こっちもない。すごい少ないか？今回。こっちは？いや、ないんだ。いや、絶対あるかと思ったんだけども。いや、全然ない。こっち側。あるかもしれん。この上？どうだ？頼むよ。あったー。よし、オッケー。こいつは、怒りとかで一発でやった方が、あ、いいです。の方がすごく楽。オッケー。で、爆発クロス、大外れ。あ、でも、爆発クロスは別にね、ノーマルのやつでもいいのよ。このダイナモが下についてるんで、一応無限ダイナモできるんで、使えるけども、いらないな、黄金スキルが。はい、もう少し探してみます。よっしゃ、あったー。オッケーオッケーオッケー、ないかと思った。ありましたね。しゃあ、なんだ、あー、ファイアボルトスロワー、まい、いらんかな。採掘者はいらないかな。よし、一個ぐらいはね、勇者出てほしい。一個ぐらいは来てよ。あ、ミステリーだったミステリーだった。よくない。よくない。影凸がついてるのはなかなかいいかなと思うんだけども、エメラルドバリアと環境ダメージ 75%。これはちょっと違うな。よし！ OK！ ほぼここに出るのか。あ、やった！勇者来た。勇者出ました。いらないな。これはいらないかな。俊足だったらよかったけどね。まあまあまあ、こんなもんでしょうかね。はい。で、戻ってきました。一応3回ぐらいね、ここをチェックしていきましょう。おお、英雄がいきなりあるぞ。魂の袋はいらんな。おっと。まあ、亀だから別にいらんけども。幸運がついてるとなかなか嬉しいよね。スポンジストライカーはもう今は使わない。あ、この愛のスペル棒めちゃくちゃ強い。大当たり。クールダウンショットがついてるんで、これめちゃくちゃ大当たりですよ。これは、買いだけども。はいはいはい、まあいいんじゃないですか。はい。ということで今日はコメントありがとうございました。勇者のアーマーの厳選方法ですね。爆発のクロスボウとミステリーアーマーも同時に、厳選できますので、なかなかお得かと思います。古代狩りの、お供え物のセットですけども、アーティファクトに草だね。で、ここに、いやー、ちょっとないけども、狼のアーマーです。狼のアーマー。で、弓に魂のクロスボウ、もしくは武器に、サイスをお供え物してください。そうすると古代の恐怖っていうのが出ますので、そいつで、厳選すれば OK です。ちなみにですね、勇者のアーマーの、黄金の当たりは、まあ、クールダウン、ポーションバリア、他は、まあ、霊気か、タンブルビー、
あとヘルスシナジーなんかもいいかと思います。まあ、個人的には無謀をかなり推したいところですけども、まあ、使いこなすにはなかなか難しいので、まあ一応持っておけばいいかなというところだと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。